Mantecatura, mantecatura。皆さん、こんにちは。映像のご無沙汰して大変お詫びいたします。戻りましたね。お久しぶりございますね、皆さん。でも、時間経っても、時代が終わっても、相変わらず愛を込めて料理を作っていきましょう。本日はね、ちょっと和洋折衷のパスタをご紹介したいと思います。まあ、めちゃめちゃ美味しいし、まあ、ペペロンチーノのようなパスタなんですけど、まあ、別に名前はどうでもいいんですけど、本当に美味しい。ユーリネとベーコンを使って、イタリア風のパスタをパスタソースにしたいと思います。イタリアではユーリネとか、一切見たことない。あるかどうかそれは分からないんですけど、試してみたところですごく美味しかったので、ぜひぜひ皆さん、一般的なスーパーで買える食材なので、ぜひ皆さん試してみてください。じゃあ皆さん参ります。愛を込めて料理を作っていきましょう。久しぶりで楽しいよね。まずユーリネのローストします。ローストしてからペースト状にします。スズメの涙、オリエクストラヴェルジネドリーバ、ほんの少しソルツ、で包んで、まあ200度で、だいたい20分ぐらいローストしましょう。でもうユーリネのローストできたらすぐできるなので、お湯にソルツ、でスパゲットにを入れます。ちょっと太めの方がいいかなと思います。このソース、オイエクストラヴェルジネドオリーバちょっと入れて、でベーコンなんですけど、よしき切りにカットして、炒めましょう。でちょっとここもちょっとうまみを引き立てるためにソルツします。やっぱりね、面白いことはイタリア料理はお醤油とかみりんお酒は使わないなので、結構ソルツソルツどこでもソルツするんですよね。で本当にこのパスタを作るとき非常に簡単なんですけど、ポイントはここだけです。まあベーコンは、ベーコン自体はパンチェッタとかワンチャーレ、まあ別のものなんですけど、そういうイタリアの基本的なサラミと比べると旨味が負けてしまう、ちょっと薄いので、しっかり炒めることによってその旨味が引き立てることができるので、ここでしっかり旨味を引き立てましょう。しっかり炒めましょう。鷹のスープはなしにしたらいいかなと思います。これがうまみですよね。ベーコンしっかり炒めてから唐辛子を入れる。今入れるとこれが焦げてしまう、で苦くて美味しくなくなりますので。あーね、今めっちゃいい感じで、こんな感じになったらもう火を消して唐辛子入れて余熱で炒めても十分だと思います、
ね、茹で汁を足して、でこのフライパンの底についてるベーコンの旨味も剥がしましょう。でここでは隠し味フェンネルシードをちょっと入れて混ぜます。ユリネは可愛いよね。ユリネと僕どっちが可愛い？集中しましょう。そうですね、パスタは完全にお湯に茹でるんじゃなくてソースと一緒に茹でることによってパスタのでんぷんが出てもっとクリーム状になります。といってもこのレシピでは今からユリネのペーストを作るので、それだけでクリーム状になるんですけど、この一緒に煮込むことによってこのソースがパスタの芯までその味染み込めるので、染み込ませることができるので、ぜひ皆さんこの作り方でパスタを作ってみてください。あと最後にもマンテカトゥーラ、要するに乳化しやすくなりますので、こんな風に、作るのがおすすめです。日本人詳しいと思うんですけど、ユリネの花びらと花びらの間に結構土ついてるので丁寧に洗いましょう。でちょっと固形のやつを残して、他は全部、なんか今思い出しましたんですけど、なんかカチョエペーペの最後のペコリノロマノのクリーム入れるみたいですよね。面白い。もう多分これだけでクリームジョン。わあすごい、全然違う。いいね。いい感じ。よし、皆さん、カキョに入ります。高級なユリネを入れて、火を消して、愛を込めて、マンテカトゥーラしましょう。マンテカトゥーラ、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 マンテカトゥーラ。パスタソースじゃないです。これはクリームです。素晴らしい。素晴らしい。しましょう。それでは完成です。ボナペティート、いただきます。スパゲットに美味しい、太め、噛み応えがあってベラアルデンテ。あー、おいしい。おいしい。めちゃめちゃおいしいです。和洋折衷のパスタの中では一番おいしいかな。まあ、あまりそういうの僕作らないけど、これはこれではめちゃめちゃおいしいです。ユリネは甘いですよね。ほんのり
硫黄の風味あるんですけど、そんなニンニクみたいにきつくないですよね。うん、美味しい。じゃあゆっくりいただきますので、今日もご覧いただき誠にありがとうございます。